どちらかっていうと個々でサッカーをやってる、ボールを持ったプレーは個々でっていうイメージは僕は強くて、まあ、そこにやっぱ連動しなきゃいけない、で動かなきゃいけない、じゃあその動くも動くタイミングを考えなきゃいけない、あるいは動く場所も考えなきゃいけない、それがボール状況が変化する時にも常にそのボール状況の変化を見て次のプレー、連続したプレー、それがうまくつながっていくと初めてよくね、あの代表チームでも言うと思うんですけど、連動っていう言葉につながってくるんだろう、だろうなっていうのが僕の、あの考え方なんで、はい、そういう部分ではだいぶこう良くなってきてるのかなと思いますけど、彼らが見て、動く敵がどうチェックくる、じゃあ、オフのプレイヤーが動く、それに対して敵がどうマーキングしてる、だからどっちへパスを出すっていう、そこまでそのシビアに見れて、でボールを失わないこと中盤で、で、アタッキングゾーンでは突破を図ること、フィニッシュへ持っていくことっていう部分を共有をこうできるようになっていけばいいとは思うんですけど、まあ今日みたいな練習の中ではね、バリエーションが出てきて、こうあれを今度は実際のゲームの中で敵がどう守備するかはみんなまちまちになりますから、形じゃなくてやっぱりしっかり見て判断をしてサッカーができるようにしていけばいいかなと思います。一方守備についてはもうずっとの課題です。ボール甘い、ボールへ行かない、でゴールを守る、だから4人ゴール前にいても1人でヘディングシュートで決められてしまう、これの癖がまだまだ治ってないです。だからやっぱり、ミーティングでも彼らに言いましたけど、ボールサイドはどうする、ボールへ行く、ボールに規制をかけるっていうことはずっと言い続けなきゃいけないかなと。結局やれる選手とやれない選手いると、組織でサッカーで守るってことを考えると、やれない選手がいることで確実に失点につながります。それが組織の怖いところなんです、ある面で。そういうことも僕経験してますから、だから全員がそのボールサイドずれた時に、あの逆サイドの人間たちがそのずれた瞬間にずれるずれるずれるっていうことで、しっかりこういいポジションでね、ボールを奪う、積極的にその正しいポジションを取れるようにしていかなきゃいけないなと思いますけど。そして初の対外試合となる1月30日の高知大学戦、鈴木監督が一番のポイントと考えるのはどこなのでしょうか。もうそれは内容です。だから攻撃どうやって個人で打開できれば個人で打開すればいいし、アタッキングゾーンではかわしたらラストパスフィニッシュへ持っていく、目的がそこでなきゃいけない。守備でもどうやって前線がプレスかけることによってボールサイド積極的にボールを奪ってカウンターができる、そういうことがどれくらいできるのかな、あるいは誰ができて誰ができなくって反対に失点をする場面もあるかもしれないし、まあ、そういうところをしっかり分析した中で、まあ、当然選手の組み合わせも考えておかなきゃいけない、ファーストチームっていうのも作っていかなきゃいけないだろうなとは思ってますけど。そんな中、30分3本で行われた高知大学戦、新加入の高木選手や渡辺新選手、豊島選手などがゴールを決め10対0で勝利。鈴木監督は試合後、まだまだ課題はあるものの一定の手応えを感じていました。今日のゲームでやっぱりあのキャンプでやってきた、あるいはスタートで言ってきたそのサッカーっていうものがね、やっぱり選手たちがある面じゃ自信を持ってやれる状況を作るのが今日のゲームの部分で、まあ、当然攻撃でどう守備でどうっていう問題があります。まだまだ守備もボールサイドどうするっていう状況も作れない場面多いですし、そこら辺は改善していかなきゃいけないかなと思いますけど。1年での J1 復帰へ、そして開幕戦までおよそ1週間、チームはどんなサッカーを見せてくれるのでしょうか。やっぱり一言で言うとアクションサッカーです。リアクションじゃないです。守備もアクション、攻撃もアクション、やっぱり仕掛けて、要するに相手がいい状況で守ってるから
人が動いてボールを動かして相手を動かしてチャンスメイクがシュートまで持っていけるようなそういうサッカーができればいいし、守備でいけばアプローチでプレスかけて次のところを狙ってって、でそれが2回3回取られなきゃ4回5回追って得点にはインターセプトできれば一番ベストです。でもその中で相手のミスを奪っていくっていうのも一つですし、あるいは相手にボールをロングボールを蹴らせるという中でもある面では50-50になりますので、いかにボールを奪って攻撃の時間を増やして、でやっぱ得点チャンスを多く作るアクションサッカーができれば選手もサポーターもこういい方向で応援していただけるんじゃないかなとは僕は思っています。アルビレックスタイムス、続いてはキャンプ前に行われた激励会をダイジェストでお送りします。フォワード登録になったという先ほどちょっとお話ししてたんですけど、はい、これはご自身が俺フォワードにしてよって言ったのか、その周りがフォワードだぞって言ったのかってどっちなんですか？僕は周りから聞きましたあ、俺フォワードなんだみたいな、俺フォワード登録になってんだって知りましたでもっていうことはチームとしても今年はちょっと前の方で頑張ってよっていうことですかね。まあそういう、まあ、メッセージ付きのこうパスだと思ってます。相手のゴールに近いところでプレーするっていうのはやっぱり楽しいでしょ？得点取ることは楽しいですし、まあそういったところゴールの近くでプレーできるのは楽しいですね、はい。新潟の生活は相当エンジョイされてるような話も聞きましたけど。いや、してますね。いろいろなところに行って、楽しんでます、はい。なんか木見たりしてるんでしょ？なんすかこの笑いは木見ちゃダメなんですかすごいです ね若手にもバカにされるし